中島めぐみの進化論。世界の皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、中島めぐみです。いや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 、4月27日ですか。ということはもうすぐゴールデンウィークが始まりますね。あれ、ちょっと待ってよ、28日からお休みっていう方ももしかしたらいらっしゃるのかな。そしてもしかしたら1週間以上連続した休みを取れるって人もいたりするのかな。楽しんでください。ちなみに私のゴールデンウィークの予定は仕事を頑張ります。なので頑張ります。合間を見てね、なんかいろいろできたらいいなとは思ってるんですけどね。いや、皆さん素敵な休日をお過ごしください。お仕事の方、私と一緒に頑張りましょう。ということでですね、あ、そうなんですよ、4月26日、昨日いよいよ発売されました中島めぐみ写真集豆ぐるり、皆さん見てくださいましたか。先週の進化論でですね、この豆ぐるりのことをたくさんお話ししたので、ぜひ改めて聞いたりするとより楽しめるかもしれません。こんなお便りも届いておりますよ。ハンドルネーム、ひろしな博士さん、豆ぐさん、はじめまして。はじめまして。このメールはBe With You プレミアムイベントのサイン会に参加した後で書いています。お、ありがとうございます。参加する前は Be With You の感想や豆ぐるりを楽しみにしていることなどをお話ししようと思っていたのですが、生の豆ぐさんを目の前にしてしまうと頭の中が真っ白になってしまい、うまくお伝えすることができませんでした。豆ぐるりにていろいろな表情の豆ぐさんにお会いできるのが楽しみです。これからも様々な活躍を期待しています、とのことでありがとうございます。ひろしな博士さんも豆ぐるり見ていただけましたでしょうか。初めての写真集ですので、いやー、もうドキドキ、発売されたよ。皆さんが、楽しんで見てくださることを祈っています。ぜひ見てください。ということで、中島めぐみの進化論、今週も行きたいと思います。最後までお付き合いください。中島めぐみ YouTube 公式チャンネル、まめぐチャンネルから全世界に向けてお送りする癒しのプログラム、中島めぐみの進化論、本日もスタート。中島めぐみの進化論。さて、4月最後の進化論です。早いですね。今週はですね、皆さんからいただいたメールを読んでいきたいと思います。まずはハンドルネーム、ジョーくんさんからです。まめぐちゃん、こんにちは。こんにちは。ただいま僕はまめぐちゃんの Be With You プレミアムイベントの帰り道です。まめぐちゃんの手に触れながら、あんなに近くでお話できて短い間でしたが幸せな時間になりました。握手をしてくれたまめぐちゃんの手がとっても綺麗な手でびっくりしました。何か特別なことをされてらっしゃるんでしょうか。手以外でもいいので美容の秘訣などありましたら教えてください。あら、ありがとうございます。あ、そうなんです、4月にですね、 Be With You というアルバムのプレミアムイベントが行われまして、東京と大阪でサイン&握手会、そして握手会が行われました。来てくださった皆さん、そして応募してくださった皆さん、本当にありがとうございます。いやー、でも手ね、いやー、やっぱり握手会ってね、緊張するわけなんですよ。なのでもうね、何日か前から入念にこうハンドクリームをこうかー染み込めーと思いながらね、塗ってこう挑むわけなんですけど、でも手が綺麗だなんて初めて言われたので非常に今嬉しいです。お世辞でも嬉しいわ。でも特別なことをしているというよりは、とにかく気がついたらクリームを塗ろうかなということで、まあ冬は気にするじゃないですか、乾燥とかがね結構しますから。でも春先になると、私今まではあ、いっかなってこう気が緩みがちになってしまったりしていたんですけども、やっぱり春夏秋冬、いつ何時でも女子たるものプルプルでなくてはいけないんではないかということにですね、22歳になってやっと気がつきました。なので、プルプル目指して
ハンドクリームを一生懸命塗っております。でも本当そのぐらいですね。ちなみに最近すごく気に入って使ってるのはニールズヤードレメディーズのハンドクリームがありまして、お店さんで試しておーいいと思って使ってみてるんですけど、非常に潤います。女子はもちろん男子が塗っていてもすごく上品だと思いますし、なんか女子もちょっとキュンとくるんじゃないかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。ジョーくんさん、メールありがとうございました。そして、次のメールに行きたいと思いますよ。ハンドルネームダニー獣医師さんからです。僕はマメグさんと同じ茨城出身なのですが、先日街を歩いていたら桜が開花していて、東京の方はすでに満開だったので茨城にも春が来たかとようやく訪れた春の匂いを感じ嬉しくなってしまいました。マメグさんは春を感じるのはどんな時ですか？よければ教えてください。私も、頻繁に茨城に帰っているので茨城の春堪能しております。桜も見ました。いやー綺麗でしたね。毎年桜川の桜は、見ることに決めているんですが、今年も非常に綺麗でした。で、春を感じる瞬間はねたくさんあるんだけど、ちょうど今日ですね、これを撮っている今、ここのスタジオに来るまでの間に結構都会のど真ん中を歩いてきたんですけど、ふと道端からこういい香りがして、あら、なんか珍しい香りと思ったらパンジーが咲いていて、パンジーの香りがものすごい懐かしい春の香りがしました。学校のグラウンドの香りっていうんですか、花壇の香りっていうか、いやーなんかこうチューリップだとか桜だとかいろいろ綺麗なお花はありますけど、パンジーの香りが一番懐かしいなと思いました。なかなかね、普段歩いてるとお花、まあ意識してじっと見たり匂いをこうね嗅いだりっていうことは意外とこうしないというか、割と忘れがちっていうんですかね、になってしまったりするんですけども、いやー、いろんな花の香りって素敵だなって思いました。こうね、顔を近づける前にふわってこう吹く春風で感じて、おっと思ってこう公園に寄ってみたりね、そういうのが非常に春だなって思いますね。そこでこうピクニックとかができたらいいんですけど、何せ私ピクニックというものを幼稚園以来やっていないような気がするので、ぜひこの春ちょっとできるかどうかわからないですけども、ピクニックお弁当手作りとかしちゃったりして、まあなんか食べるみたいなこともやってみたいかなと思っています。そして次のメールいきますかね。ハンドルネームソラさん。私は進学のため今年から寮暮らしとなりました。引っ越しも終わり親と別れようとした時、突然涙がこみ上げてきました。親の存在ってただそばにいてくれるだけでもありがたいものなんだなって改めて実感しました。マメグさんは一人暮らしをする時どんな思いでしたか？ぜひ教えてください。あら、春ですね。そらさん頑張ってらっしゃることでしょう。いやー、一人暮らし、私今年で9、10、11、12、お、4年経ちました。ってことは5年目かな、間違ってたらごめんなさい。一人暮らし多分5年目だと思うんですけども、一人暮らし始めた時か、私は子供の頃から実は18歳になったら一人暮らしをするってなぜかこう心のどこかで決めていたので、なんとなく、あ、この時が来たかと思って、こうスタートした時は正直言ってよし新しい私みたいな感じでちょっと楽しかったりもしたんですよ。でも1週間経って2週間経って3週間経っていくうちに、徐々にお母さんってすごいってことにやっと気がついてきまして、本当にねちょっとしたことなんです。朝起きて朝ごはんがある、私の服がきれいに洗濯してくれていてアイロンもかけられてる、お弁当を作ってキッチンに置いてあってこれ持ってきなって言ってくれるとか、なんかお部屋が綺麗になってるとか、そういう本当にね
一緒に暮らしてた時はもうねダメなんだけど当たり前みたいに思ってたんですよ。でもそこで一人暮らしをしてどんどん経つ中で叶わないなって思うようになりました。で徐々にこうお家が恋しくなってちょっとホームシック気味な期間もありましたし、いろいろな気持ちがこう複雑に混じり合って本当帰りたいなって思ったりもするし、でもそれぐらいなんて言うんだろう、お母さんお父さん家族と過ごす時間っていうのは本当に大事なものなんだなって思いました。だからこうこれからね一人暮らしする中で、まあ、寮暮らしする中でなんか辛いこととかいろいろ出てくるかもしれないし、もちろん楽しいこともあると思います。でもぜひこの家族と過ごした時間とかお母さんお父さんの存在ってすごいんだなっていう気持ちをぜひ心に大事に留めておきながら、これから新しいこの道をそらさん歩んでいってほしいなと思います。そして私もこれからも家族を大事に、家族にね恩返しができるように一生懸命生きていきたいと思います。新生活4月27日ですから1ヶ月ぐらい経ってどうでしょう、皆さん慣れてきた、まだ不安だ、いろんな気持ちがあると思いますけども絶対大丈夫ですから、こうなんか何の根拠もないみたいな感じですけど、いやでも絶対大丈夫だと思います。なぜなら誰一人の人は、一人ぼっちの人はいないからです。なのでいろいろこの春楽しいこといっぱいあるように願っているので、ぜひ新社会人の皆さん、新生活を始めた皆さん応援してます。頑張ってください。私も頑張るぞ。ということで本日の進化論ここまで。中島めぐみの進化論。先輩好きでいてもいいですか。中島めぐみの進化論。中島めぐみの進化論、今回もそろそろお時間です。本日のジングルボイスはハンドルネームハートフィリアさんからのリクエストでした。ハートフィリアさん、春はやっぱり恋愛の季節ですよね。ということで先輩好きでいてもいいですか。ここでパンって手叩いちゃダメだよね。いや言ったことないんですよこういうセリフ。学生の皆さん、先輩って呼べるの今がチャンスですから。好きな人がいる人、春ですよ。頑張ってください。私が成し得なかったことをね、みたいな、あ、なんか市場が絡まってきたんでこの辺にします。ということでこんな胸キュンなジングルボイスですとか、ふつおた、そして私への質問、疑問、ふと思いついたことなど全部何でも OK です。進化論では皆さんからのメールお待ちしてます。いつでも気軽に送ってください。アドレスはまめぐアットマークスターダストミュージックドット CO.jp、 まめぐアットマークスターダストミュージックドット CO.jp です。それでは中島めぐみの進化論この辺で、また来週お会いしましょう。いってらっしゃい、さようなら、おやすみなさい。視線感じないの。